はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。本日10月の16日土曜日、バトルオブカウス発売日でございます。今回予約に成功しましたので、5ボックス確保できました。ということで、本日はね、このバトルオブカウス、開封していこうかなと思います。まあとりあえずね、1ボックス開封して、でまあ残りの4ボックスは結果だけどうみたいな感じでね、いこうと思うんですけども、狙いはね、基本的に狙いはね、ブルーアイズとブラックマジシャンのカードたちを狙ってるんで、まあその辺は中心にちょっと見ていきながら、まああとはちょっと全部解説すると時間いくらあっても足んないんで、まあ見ていくだけ見ていくっていう感じでね、いこうかと思います。早速やっていきましょう。あ、これトークンついてんだねマスターオブカオスのトークンついてるわ。トークンにしてはかっこよすぎないか、これ。ちょっと使うのはばかれるんだけど。で、プラスワンボーナスパックはなんか最後にまとめて、開封していこうかなと思うんで。さあ、運命の、1ボックス目、やっていきましょう。いろはもみじさん。またたび、千里。もう、絶身症シムルグ。あ、なんかこれがね、めっちゃ強いらしいね。シムルグデッキには最強。きたやったぜ。1ボックス目で確保できたのは熱い。これ3枚とりあえず絶対いるんでね。これ絶対3枚いるんで。ちょっとノーマルはこっちにしようか。もう絶対いるんでこれ。で、死水ね。死水、はい。で、エピゴネン、カイザ、ディメンションコンジューラー。そう、ディメンションコンジューラーもブラマジ新規なんですけど、一応、今更この時代にディメンションマジック使うみたいな感じなんで、いまいちかなと思ってるんだけど、死水。出た合体言ってもらいますよ。きっとかっ見てくれ。合体竜手前、ピントが合わねえ。この合体竜手前要素がね、何が強いかっていうとね、このさっきのイリュージョンマジックでサーチできるっていうのと、あとね、これがいるとね、めちゃくちゃ竜騎士ブラックマジシャン出るんですよ。本当に。あ、よかったら今日多分、対戦動画出してると思うんで、そっち見てください。めちゃくちゃ出ます。ゴーストリックセイレンかわいい。サブマリード、はい。トライブドライブ。出た、ブルーアイズジェットドラゴン来た。出た、これあれですよ、会話社長が乗ってたジェット機、わかります？ブルーアイズのあれですよ。ついにジェット機がね、カード化されるっていう、まあ、そういう事件が起きました。これ結構ね、面白くて、竜の霊廟とかでブルーアイズと一緒に墓地を食っとくと、墓地から出てこれるんで、意外と強いと思います。はい、これは普通に嬉しい。で、イーバルディ、神隠し鬼ビマルホで、ラプスウェル、初金で、死者処死。これ、あれでしょ？マリックのさ、岩永さん、声優さんがね、そういう滑舌だったから、死者処死って言ってたから、これカード化されたっていう。なんかその、最近ね、OCG のね、カードデザイナーに、その原作、めちゃくちゃ愛してる人が加わってるみたいな話は、あってさ、なんかね、嬉しいんだよね。マットハッカー、ダイノルフィア、ディプロス。ダイノルフィアってなんか強そうじゃね？なんか全然効果見てないんだけど。翡翠帝キングフィッシャー。ダイノルフィアアラート。出ました！アルティメットフュージョン！ついに来ましたね。ブルーアイズ融合が。デッキからは融合できないらしいですけどね。レッドアイズフュージョンはデッキから、オスティナートもデッキから、ブルーアイズフュージョンはデッキからではないというね。残念ながらね。まあ、デッキから融合できたら強すぎるか。ブルーアイズは。アルティメットフュージョンでオルタナティブ出したらめっちゃ破壊できるんで、これちょっと動画にします。どっかでね。で、リプレイス。で、アリスちゃんね。はい、アリスちゃん、かわいいね、アリスちゃん。はい。で、熟練の、クリマ同士。あ、そんなのも出たんだ。死傷不治。カオスネフティス来た。なんかね、これめちゃくちゃ強いらしいよ。なんか、フィールドのカード1枚と墓地のカード2枚除外していくみたいな。めっちゃ強いらしい、これ。あ、今回マグネットウォリアーもいるんだ。何これ。マグネットウォリアー、イプシロン。へえ、なんか可愛いね。なんかメダロット味を感じるね、ちょっと。メダロットかなっていう。グリーンブルスティ、極性獣。あ、こいつなんかね、チューナー、極性チューナー何にでもなれるらしいですよ、これ。極性点にもなれるし、極性獣にもなれるみたいな感じらしいんで、意外と強いという話でした。ヴァンパイア勇気。で、ドラグマルブル。へえ、ロード・オブ・ドラゴン。ドラゴンの独裁者。出た。ロード・オブ・ドラゴン新規。3人目かな、支配者と、独裁者と、なんだっけ、もう一人。忘れたわ。これ、結構、なんか、面白そうですね、効果的には。特殊感結構簡単にできるみたいな。イロハンモミジ、またたび千里、マットハッカー、ダイノルフィアブルート、あ、出た、ダルク来た、シックだ、やった。これはね、革命ですよ。これはね、ダルクさんは本当に革命ですよ。
闇使いモンスター、あ、じゃあ、霊使いモンスターっていっぱいいたんですけど、闇が今まで出てなかったんですよね。やっぱ、遊戯王って闇じゃないですか。基本的に、環境として。その、闇属性めっちゃ多いでしょ。闇属性一番多いんじゃないかな。と思ってるんで、ダルクは本当に強いと思ってます。これは。これは絶対欲しかったんで、めちゃくちゃ嬉しいです。で、マットハッカー、シムルグ、ヘッドハント、出た。これ DD ヘッドハント、これなんか相手のモンスターパクって、なんかお前、今日から社長なっていうことできるらしいですよ。ヘッドハンティングした瞬間に社長にできるっていうね、最強化です。はい。マジックリボーちゃんね。かわいいね。非常にかわいい。まぁ、ちょっと効果そんなに強くないけど、かわいい。で、XYZ コンバイン。はい。あ、ガーディアンキマイラ。あれ、これホロじゃない、これホロじゃない、これ。これホロだよね。なんかちょっとホロの仕様変わった、なんかガーディアンキマイラのホロってなんだけど。マジかっこよ。こいつはね、汎用的モンスターなんですよ、融合で。なんか、カード名が異なるモンスター3体で作れるモンスターなんで、すごい強いんですよね。効果も。非常に。まぁ、あ、ちょっとマジックカードで出さないといけないんで、アナコンダとか、からは出せないんですけど、出せないっていうか、まぁ、あ、出せるけど、強くないんですけど、これはね、シンプルに強いですね。強いですし、結構俺引き強いですね、意外と。結構引き強人類ではあった。いきなりホロ出た。やったぜ。ダイノルフィア、ディプロス、カイザー、磁石、双剣、ベアロクティ、ラディエーション。なんかこれめちゃくちゃドローできるらしいよ。ベアロクティ、使いに聞いたら、なんかすげえドローできますって言ってました。はい。クリマ同士。で、エジルちゃんね。はいはい。で、君は闇次元の戦士。あ、へえ、シンクロモンスターになったんだ。闇次元の戦士。なんか異次元の戦士のなんか、あれかな、シンクロモンスター版みたいなやつかな。へえ。で、デシンショシムルク、オニビマル、アリス、ダイノルフィアシェルト。DD グリフォン出ました。もうテキストが長すぎて読みたくないっていうね。どんだけ多いんだよ、テキスト。やばいだろ。これでもね、DD デッキにはね、絶対3枚いるらしいんで、なんかめちゃくちゃ初動になれるらしいんですよ。あれ、ビルガミスだっけ、リンクモンスター出せるみたいなんで、簡単に。なんで、こいつはなんか絶対初動として3枚積み確定みたいな感じのカードらしいですよ。ヴァンパイアちゃんね。キングフィッシャー。楽園の使徒、冥界の、あ、冥界か。冥界シーキも入ってんだ。冥界結構ね、人気テーマですよね、意外とね。いろんな人組んでると思うんで、意外と嬉しいんじゃないでしょうか。ラプセール、イーヴァルディ。で、ヴィーナス。あ、これな、破壊の代行者ヴィーナス。なんかこれは、なんか想像の代行者ヴィーナスっていうやついるじゃないですか。なんかあれで出した弾を、なんかもう一回出せるみたいな。なんか、もう無限ストリティアが可能なモンスターらしいです、これ。結構強いと思います、これ。ゴーストリック、クオアトリート。へえ、かわいい。あ、出た。ユンアギョのギャクとネイロス。11期最弱と言われている、ユンアギョデッキにね、ついに新規が来ましたね。安定感が増したらしいですよ。これはちょっと、ユンアギョ使いにあげようと思います。で、ダイノルフィア、ディプロス、ディプレース、ヴァンパイアの勇気、双剣、ロードドラゴンドラゴンの独裁者、ゴーストリック、セイレーン、イーヴァルディ、ラプスウェル、ダイノルフィア、シェル、ベアロクティラジエーション、イロハ、モミジ、またたび千里、マグネットウォーリア、イプシロン。はい。あ、これがあれか、ドラグマのなんか新規儀式みたいな、なんか儀式の下準備で儀式魔法と一緒に持ってこれるらしいですよ。まあ、強いかは知らん。闇次元の戦士、イーヴァルディ、カイザ、はい、シムルグ、楽園の使徒、グリフォン。あ、グリフォンいいね。グリフォンがね、なんか3枚ぐらいあると DD デッキなんか結構組めるっていう話は聞きましたけどね。フアンダリーズと旅自宅来た。これはね、なんか圧倒的初動カードらしい、フアンダリーズデッキにおいては。だ、これが来たことによってまたフアンダリーズ強くなるから、そのなんか環境上位に食い込むんじゃないかって言われてるらしいよ。俺組んでないか知らんけど。で、冥界の王様、はい、お、水って読むんだこれ。マットハッカー、キングフィッシャー、熟練、トリックアトリート、ギャクとネイロス、オニビマル、リプレース、ラプスウェル、トップシェア、ダイノルフィア、ステルスベギア。ダイノルフィアってどういうテーマなんだこれ。なんか機械と恐竜の合体みたいな感じか。ダイノルフィア、ディプロス。なんかダイノルフィア面白そうだね。ちょっと組んでみたいなという気持ちはありますけれども。あ、ダルクも来た。オッケー、ナイス。ダルク2枚はでけえな、これ回収できたの。まあ、1枚引き出しね。フリトス・キャルブ。出た。この極性のさ、魔法トラップマジで名前覚えらんないっていうのない。名前むずすぎ問題みたいな。破壊の代行者ヴィーナス、サブマリード、
グリーンブルシティ、ダイノルフィア、リバイエーション、ダイノルフィア、あ、こいつがエースか、ダイノルフィア、ケント、レギナ。かわいいね。4000あるんだよ、打点。高いの。レベル6。へぇー。ダイノルフィアってなんか、ライフが、その相手とのライフ、だから自分のライフが減ってれば、なんかめちゃくちゃ打点が上がるとか、そういう感じの、なんか、デッキらしいですけど、噂によると、特許権の契約処理。セキュリティフォース、レトロアクティブ。なんかサムスミを感じるな。なんかサムスミを感じるな、これな。ダイノルフィア、ディプロス、サブマリード、キングフィッシャー。出た、青き目の現実。なんか、あれらしいですよ。これ、オベリスク出せるらしいですよ。なんか、ブルーアイ、フィールドのブルーアイズを手札に戻したら、なんか、手札からオベリスク出せるっていう、カードらしいですけどね。誰がそんなコンボするんだよ、みたいな。ニュークリアワールド、は。オニビマル。エピゴネ。ゴーストリック・セイレーン、スバリン、スバリン、翡翠って、コスモ・クロア、どうせこれ強いんでしょ、翡翠って。で、マグネット・ウォーリア、イプシロン、アリス、リプレース、ゴーストリック・ショット、ヴァンパイア・ファッシネーター、ヴァンパイア・ファッシネーター、エロ、エロ、見て、エロ、これなんか OCG の公式ツイッターで、原作絵みたいなのが公開されてまして、エルルッと叫んだ記憶がありますね。はい。強いかは知らんけど、多分強いでしょう。さすがにこんなエロいんだから。で、コンジューラー、グリンブルスティ、勇気、ダイノルフィア、ドメイン。はい。なるほど。ミュートリア。ミュートリアも入ってるんだな。で、熟練のクリマ同士、ビーナス、ラプスウェル、裏ドラ。これなんかノーレア枠らしいですね。これ、裏ドラの効果も結構面白くてですね、戦闘で相手モンスターを破壊したら、自分のデッキの一番下のカードをお互いに確認して、そのカードが、ドラゴン族か恐竜族か、海竜族、源流族だった場合は、なんかその打点、1000につき1枚、デッキからカードをドローするってことで、まあ、ブルーアイズデッキとかに入れてると、3枚ドローできたりとか、あとなんかこれ耐えちゃいんで、まあ、戦闘、なんか全体攻撃できるモンスター。まあ、例えば今回のブルーアイズ、タイラントドラゴンとか、あと、プルガトリオみたいなモンスターとかに、これ発動すると、なんかめちゃくちゃドローできるかもしれないっていうことは言われてましたね。はい。で、ダイナルフィアソニックと。なるほど。というわけで、1ボックス目の結果がこちらです。いや、これ勝ってない俺。これ勝利っていうことでいい。これガーディアン・キマヒラのホロでしょ。で、闇霊使い。ダルクの敷く。で、イリュージョン・オブ・カーズもちゃんと出てると。まあ、よく言えばね、イリュージョン・オブ・カーズのプリ敷とかが欲しかったんですけど、まあ、それはね、この、プラスワンパックで、まあ、出すとしてね。まあ、これはなかなかに、強力なラインナップと言っていいんじゃないでしょうか。ワンボックス目は俺の勝ちとで。とりあえず、ちょっと2ボックス目以降はね、結果だけドンみたいな感じで、乗したいと思うんで、やっていきましょう。2ボックス目開封結果、ドン！こちら！カオスネフティスのプリズマティックが出ました。これね、かっこいいし強いんだよね。一応、ほら見て。ちょ、かっこいいでしょ、俺は。ほら。テキスト、ちょっと一応読みますか。このカードは通常召喚できず、このカードの効果でのみ特殊召喚できると。このカード名の1の効果は一旦に一度しか使用できない。このカードは手札を墓地に存在して、フィールドのカードが効果打開された場合、自分の墓地からカオスネフティス以外の光属性と闇属性モンスターを一体ずつ除外して、特殊召喚する。まあ、カオスネフティスですからね。カオスモンスターですから。で、このカードが特殊召喚に成功した場合に、相手フィールドのカード1枚と、相手の墓地のカード2枚を対象として、そのカードを除外するという効果を持っているので、これめちゃくちゃ強いんですよね。デストロイフェニックスガイとかとは相性いいんじゃないですか。効果打開された場合なんで、別に自分のカード、自分で叩き割って出すみたいなこともできるんで、光闇ちょっと除外するの重いので、あれですけど、ちょっとね、面白い効果してるんじゃないかなっていう。で、あとは、マスターオブカオスの、これがアルティメットレアってやつかな、このザラついてる感じ、ちょっと、アルティメットレア、まあ、ほんとはプリシクが良かったんだけどさ、こいつはね、バカほど、ド派手な効果していて、このカード名の、123の効果それぞれ1対2ちょっとですよと。で、1番は融合召喚に成功したら光か闇を墓地から蘇生するよ。で、自分のフィールド上の光属性または闇属性モンスター、これを1体ずつリリースして、相手のフィールドのモンスターも全除外っていうね。対象に取りません。対象に取らず全部除外します。強いですね。これめちゃくちゃ強いんだよね、この効果。で、融合召喚にしたこのカードが戦闘効果で破壊されたら、自分の墓地の魔法カードを回収できますよっていうことで、これすごいド派手なんだよね。結構ね、これね、対象に取らない全除外っていうのが意外と強くて、耐性があるモンスターとかもこいつ出してぶっ飛ばせば結構突破できるんで、
意外と強いです、こいつ。そして、アルティメットレア、かっこいい。あとはあれですね、このシャチオ、デスマキナさんね。これはほんと、これね、なんでもいいんだってさ、これかっこいい、かっこいいな、これ、見て。かっこいいでしょ。これね、なんかなんでもいいんだよね、召喚条件。召喚条件これちょっと見てもらえば、わかるんだけどさ、このカードは自分のフィールド上の DDD モンスターの上に重ねてエクシーズ召喚することもできるって書いてあるの。これ別に、DDD エクシーズじゃなくても別に DDD の上だったら何でも出せるんですよ。だからリンクモンスターの上とか、あとさっき言った、パクってさ、ヘッドハンティングするカードあるんだけど、あれヘッドハンティングした後、モンスター DDD 扱いになるんで、DDD の上に、そのパクってヘッドハンティングして、その上に重ねて社長みたいなことできるので、割と楽しいという。これかっこいいよね。なんか出張パーツにもなり得るらしいんでね、これは。あとはこいつだね、ブルーアイズタイラントドラゴン。注目しているのは。このモンスターもね、これは OCG のね、なんだっけ、特番みたいなので、取り上げられてたけどさ、これブルーアイズプラス、ドラゴン族モンスターっていう作り方なんで、めっちゃ簡単に出るんですよね。効果は融合モンスターを装備した自分のブルーアイズを一体リリースしたら特殊召喚できるよと。まあ、普通に融合もできますけどね。で、1番目は、トラップカードの効果を受けないと。いうことで、まあ、ミラーフォースとか、そういうカードは受けませんよ。強制脱出装置とかね。無限包容とか。で、このカードは相手モンスターすべてに1回ずつ攻撃できますよっていう、まあ、プルガトリオみたいな効果と、一旦に一度、このカードが戦闘を行ったダメージステップ終了時に自分の墓地のトラップカード1枚を回収できますよ、みたいな。あ、セットできますよ、みたいな効果ですね。これさっきの運命の裏ドラとかと組み合わせて、これとかと組み合わせて、裏ドラ発動してタイラントドラゴンの打点4400にして、で、全員にぶん殴ってめっちゃドローするみたいな、最強コンボもできるかもしれないということですね。あとはあれだよね、環境で言うとこの双剣の、流炎、これがなんかめちゃくちゃ強いらしいんで、僕双剣組んでないんであれですけど、欲しい人あげます。ということで3ボックス目いきましょう。今回5ボックスあるんでね、開封動画長くなります多分。3ボックス目ドン。負けでいいです。僕の負けでいいです。なんかダイノルフィアドメインっていう、なんかこれ強いのかこれ果たしてのプリシックが出ました。ありがとうございます。ダイノルフィアちょっとあんま組み気ないので、ちょっと誰か欲しい方あげますよ。言っていただければ5万円で売ります。で、まあ、イルージョンオブカオスがね、出てくれたんで、これはま、絶対3枚いるカードなんで、ブラックマシャンデッキにね。なんで、これすごいんですよ。これ効果説明しましょうか、一応ね。知らない方のために、今日の動画見てもらえばわかりますけど、いきなりどんだけ強いか。かっこいいですよね、そもそもね。そもそもすごいかっこいいっていうのがあるんですけども、まあ、カオスフォームにより降臨できるカオスモンスターですよと。で、このカード名の1番、2番の効果はそれぞれ一旦二度しか使用できないよ。手札のこのカードを相手に見せつけることによって、なんかあれだよね、オルタナティブみたいな感じだね。見せつけることによって、儀式モンスターを除く、ブラックマジシャン、またはそのカード名が記されたモンスター1体を、デッキから手札に加える。その後、手札を1枚選んでデッキの上に戻すよと。これでまあ引いてしまったマハードを戻すっていうことももちろんできますし、あれです。ロット、ま、ソウルズ、両方ともサーチできます。合体でティマイオスもサーチできます。めちゃくちゃ強いです、このモンスター。はい。で、安定感が増すってことですね。で、相手がモンスターの効果を発動した時に、このカードを持ち主の手札に戻して、自分の墓地からブラックマシンを特殊召喚して、その上で、効果を無効にするよっていうことで。まあ、儀式召喚した上でも強いし、普通にその、まあ、デッキを回転させるカードとしても強いということなんで、まあ、これ安定感増すんで、儀式の準備と一緒に合わせて、6枚積み安定カードというふうに思っております。あとは別に特段特筆すべきことないので、まあ、ガーディアンキマラ出てくれてありがとう。イルジョンオブカオス出てくれてありがとう。デスマーキナ出てくれてありがとう。この辺は知らん、みたいな。フワンダリーズ、3枚揃いそうな勢いなんで、フワンダリーズ欲しい方をあげます。4ボックス目結果、ドン。これはね、個人的には勝った。個人的には勝ち。まあ、正直、ここプリシクが良かったけどさ、まあ、シクの超魔導戦士、マスターオブカオスさんがね、出てくれましたんで、かっこいいよね。このモンスターほんと強いんですよ、結構。ティマイオスはまだこう1枚で出ますしね。はい。合体竜、ティマイオスでも一応出せますから。ちょっと若干、条件苦しいですけど。なんで、まあ割と強いかなというところ。それからまあ、イリュージョンオブカオスか。が、もう3枚目なんで、もう僕は思い残すことありません。5ボックス買ってよかったなと、思いました。ジェットさん、3枚目いりません。ジェットデスイ。で、デスマキナさんも結構出てくれて嬉しいですね。で、アルティメット、で、カオスネフティス。ちょっとザラついてるんですよ。ちょっと若干ね。ザラついてるこの感触わかりますか？これが出てくれました。あと、よく見たらなんですけど、このダイノルフィア、テリジアさんのこのちょっと太もも見ていただきたいんですよ、これ。見てください。これ。見て！えろ！ 5 ボックス目の結果、ドン！これは、まあ、勝ちと言っていいでしょう。ガーディアン・キマイラ、プリシク出ました。かっ
っこいいね、このモンスターは。僕結構融合、主融合を使うテーマめちゃくちゃいっぱい組んでるんですよ。例えば、ファーニマル、デストーイですね。デストーイとか、プレダープランツとか、ムーンライトとか、結構主融合を、使うテーマめちゃくちゃいっぱい組んでるんで、ガーディアンキマイラは何枚あっても嬉しいんですよ。なんで、これはめちゃくちゃ嬉しいですね。そして、プリシクっていうのもやっぱかっこいいね。ガーディアンキマイラ、プリシクもホロも出てるんで、僕。勝ち組と言っていいでしょう。そして、ブルーアイズジェットドラゴンさんの、アルティメットレアが出ました。やった。嫁のジェット機、アルティメット、かっこいい。まあ、ちょっと、個人的にはプレシクとかが、若干1枚ぐらいは欲しかったかなとは思うんですが、まあいいでしょう。で、イリュージョンオブカオスもまた出たと。で、ブルーアイズサレントローも出ましたということでね。はい。ということで、ちょっと早速ね、全部の結果一気にドンと見したいと思います。はい、ということで、最終結果、こちら。1ボックス目、2ボックス目、3ボックス目、4ボックス目、5ボックス目みたいな感じになっているんですが、結構個人的にはね、当たりだったかなと思いますね。まず、イルジョブカーさんはちゃんと、4枚か、4枚出てくれたっていうのと、いやーキーパーツね、自分のデッキ組んでるキーパーツ。で、まあ、欲を言えば、イリュージョン、マスターオブカオスのプリシク欲しかったなと思うけど、まあ、普通にキマイラのホロも5ボックス出てくれたの嬉しかったし、ガーディアンキマイラめっちゃ出たんだよ。1、2、3、4枚出たんか。結構出てんだ。あと、まあ、マスターオブカオスもちゃんと2枚出てくれたし、っていう感じですかね。まあ、ダイノロフィアドメイン出過ぎ問題が発生しますけど、こんないらんみたいな話あるけど、個人的にはね、嬉しかった5ボックスだったかなというふうに思いました。はい。ちょっと時間がめちゃくちゃ長くなりそうなんで、プラスワンボーナスパックはちょっと別動画で向いていくこととして、今回はこの辺で、終わりにしたいなというふうに思います。今日多分ブラックマジャーの動画出してると思うんで、対戦動画ね、よかったら見ていただければなと思います。どんな動きするのか、ブラックマジャーがどんな風に強化されたのかわかると思います。はい、ぜひ皆さんもブラックマジャーデッキ組んでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。